この左目の力、自分でも驚きです。この左目の力、自分でも驚きです。この左目の力、自分でも驚きです。わ、様、起きさい。わか、ま、今日こそ起きて、つよ。若様、おはようございます。やっと起きられましたか。もうほら、若様、まずは体を起こして。このままでは二度寝をしてしまいます。まだ朝か。もう朝です、若様。最近は昼頃まで寝ていますが、今日はきっちりと起きていただきます。もう若様、二度寝は許しませんよ。さあ、このコーヒーを飲んでください。うまい。ミルクと砂糖多めでぬるめにしました。飲めば目が覚めてくるはずです。若様は小さい頃から変わっていませんね。夜更かしをしては寝坊をして、私が起こして差し上げてもぼーっとしてなかなか起きませんでした。どうです若様、そろそろ起きられそうですか。普段からきちんと起きないからすぐに目が覚めないんですよ。それにどうせ昨日も
遅くまで起きていたのでしょう。早く寝ようとは思ってるんだけどな。悪循環ですね。ちゃんと朝起きれば夜は眠くなっておのずと眠れますよ。それはそうだけど、朝起きるより眠気を我慢する方が簡単なのが悪い。そのへりくつも昔のままですね。小学生の頃に同じことを聞いた気がします。だいぶ目が覚めてきたようですね、若様。まだ時間の余裕はありますが、今日は昼前には家を出ないとでしょ。ああ、蛇子と鹿之助と買い物にな。あの二人なら若様が寝坊されても、またかって済ませてくれるでしょうが、親しき仲にも礼儀ありですよ。わかってるよ。もう起きた。ごちそうさま。はい、お粗末さまでした。もう朝食はできていますが、先にお風呂に入られます？ああ、ちゃんと目を覚ましたいから、まず風呂に入りたいかな。そう言うと思って、お越しに来る前に湯船にお湯を張っておきました。さすがだな。若様の考えることくらい、私にはお見通しですから。よし、さっさと風呂に入ってこよう。はい、では私はこれで。サイカ、おはよう。はい、おはようございます、若様。もう少し早く起きるように頑張ろうかな。